今日は海津市文化センターに来ています。これからカラオケ大会のゲストとしてルーツニーゴッパが出演させていただきます。しかも2回もステージがあるので頑張ります。私たちルートニーゴッパが出演させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、お子さんやお孫さんたちと一緒に一緒にね、夏祭り来てくださって盛り上がれたらなと思うので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。今日は、海津文化センターでカラオケ大会に出演させていただきました。ありがとうございます。また来年も出れたらいいなって思います。はい、来年はいい声で出ます。はい、はい、ということで以上ルートニーゴッパのみかんといちごタルトでした。やばいやばいよ、もう野田さんとこバイバーイ。